ローストビーフのサービスがスタートしております。国産黒毛和牛サーロインを使用したローストビーフは日本丸の名物料理の一つです。本日のお肉はランク A 等級5、つまり A5のお肉をご用意いたしました。肉の色つや、肉のキメ、脂肪のツヤと質、霜降り、これらにおいて最高のものでございます。2キロから3キロの塊の肉に塩と黒胡椒のみで下味をつけることで肉本来の味もお楽しみいただけます。ソースはお肉をローストする際に出る旨味が凝縮した焼き汁から作るグレービーソースです。こちらもお肉の味を引き立てます。まずはお肉だけでお召し上がりいただいて、そして次にグレービーソースをつけてお召し上がりください。それぞれで旨味、甘みを感じていただけると思います。さあ今順に皆様のお席には日本丸特製和牛ローストビーフサービスをさせていただいております。どうぞ皆様おいしいうちに日本丸の名物料理ローストビーフをごゆっくりとお楽しみください。それではここで展示しておりますモーリシャス料理についてもご紹介をさせていただきます。まずルガーユ、玉ねぎとチリを炒めたところにニンニク、生姜を加えて香りを出し、トマトを加えクタクタになるまで加熱いたします。トマトの味が凝縮されたモーリシャス伝統料理の一つです。お肉、魚介、スパイスなどの組み合わせによりいろいろなバリエーションが楽しめます。本日はロブスターとの相性もぜひお楽しみください。続いてダールプリ、ツールダル、日本名はキマメと呼ばれる黄色い小さな豆を柔らかくなるまで茹でたものを細かく潰しスパイスで香りをつけます。それを小麦粉と豆の茹で汁をこねた生地で包み薄く丸く伸ばします。これをフライパンで両面焼いてできたものがダールプリと呼ばれるトルティーヤに似たモーリシャスで人気のフラットブレッドです。本日はモーリシャス風のひよこ豆のカレーと野菜のピクルスと一緒にお召し上がりいただきます。こちらについてもご紹介させていただきます。まずひよこ豆のカレー、ひよこ豆とじゃがいもをメインに8種類のスパイスを使用したシンプルなカレーです。続いて野菜のピクルス、キャベツ、人参、インゲン、赤玉ねぎのピクルスです。歯ごたえを残して茹でた野菜にイエローマスタードシード、フェネグリークシード、ターメリックの香辛料と酢、塩で味をつけ漬け込みます。最後にご紹介するのがプジンマイス、トウモロコシの粉、砂糖、牛乳、カスタードクリームを火にかけて練り上げたスイーツ。バニラの香り、レーズンの酸味、ココナッツの食感がアクセントとなっています。モーリシャスでは朝食やティータイムで登場するようです。本日はラム酒が有名なモーリシャスからヒントを得てラムの香りを補ってみました。日本ではあまり馴染みのないスイーツかと思いますが、ぜひ皆様本日のこの機会にご賞味ください。